疲れ様でした、ありがとうございます、今日はありがとう、びっくりした、ありがとうございます。さやちゃんも言ったのかな、ちゃんとあの生配信のアーカイブも残ってるんですけど、ビューティフルだけのやつもアップしていただいてるので YouTube で、それもぜひ見てみてください。結婚して青くなりです、はじめましてね、会いに来てくれてめちゃめちゃ嬉しかったです、嬉しかった。今日は寝落ちせず見れてる、うわねえ、昨日今日とね2日連続も会えてめっちゃ嬉しかったです。なんかねやっと会えた感じだったけど、昨日は、今日もねもう話して嬉しかった。ビューティフル初披露良かったですか、嬉しい、お披露目お疲れ様でした、ありがとうございます。広島から、そう来てくれた方もいたの、広島から、キューピットクマちゃんありがとうございます、両方見たよ、お、ありがとうございます、行けなかったら泣いてます名刺ね、なんか意外と一言ぐらい、まあね短かったんですけど、なんか皆さんが丁寧に受け取ってくださって嬉しかったです。なんかいらねえよとか言われたらどうしようと思ってたんですけど、来週名刺もらいに行きます、お、待ってます、アーカイブ見れるのねそうなんですよ、ちょっとその話も後でしよう名前言われた瞬間言うこと忘れた、いやもう嬉しくなっちゃって、昨日はね生誕祭来てくれてありがとうございました、あんたありがとうございます、会えた時ね嬉しかった、本当になんか帽子も可愛かったね、あれ、え、そう、ハタゴンさんが X に写真載せてくださった、ハタゴンさんと熊崎さんと新井さんと柿レナとココハで、お渡し会の後に私たち名刺や渡していただけたんですけど、渡させてもらったんですけど、それで最後写真みんなで撮ってそれをあげてくださった、自己紹介しただけ、そうだよね、いら、なに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 、結婚して青くなりです、え、そう、お誕生日おめでとう、めちゃめちゃたくさんの方に言っていただけて、もう今日も誕生日気分でした、めちゃめちゃ誕生日延長嬉しい、1回目の時ポールに手ぶつけ、いやぶつかってない、大丈夫です優しい、ココハちゃん大好き、ココハも大好きえ、なんかね、ココハ今日柿の跡だったんだけど、なんか僕も兵庫出身ですって人がめっちゃいて、 SKE のファンの方で、え、兵庫の方多いのかな、なんかめっちゃいらっしゃった、お渡し会、あーそうなんだね、なんか名刺ってもうほんと一瞬だからさね、柿の跡の件わかったよ、けどもありがとうございます、生誕祭で、あ、嘘、結婚して青くなりです、みんな欲しいじゃん、なるほど、てかさ、カキさんも、カキも取れな、カキさんもさ、なんか分かってたよね、びっくりした、延長しすぎて、いやほんと22歳ぐらいの気分そうですね、ほんと一言ぐらい、今日はありがとう、楽しくて、お誕生日と、嬉しかった、お父さんにもよろしくお伝えください、姫路在住です、全メンバー、確かに、あ、レナだ、今日一緒に名刺を渡ししたレナだ、僕も兵庫出身です、兵庫多い、一瞬だし、行こう行こう、嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます、お手紙で泣いた、昨日は制服の目、あ、嬉しい、よかった、来てくれてありがとうございます、かきさんここに、あ、なるほどね、善悪システム、あ、そうなの、こう善悪がちょっとね分からないからあれなんだけど、あ、レナ動くハートありがとう、かきれなリンチないのにノリで話してくるの受けた僕が、あーって言ったらレナもあーって言ったから知ってるのかと思った嘘、熊崎さんのストーリーにも載せてくださってたのここはそうなのよ、びっくりしちゃうとさ声でかくなっちゃうんだよね、小さいココハちゃんがこんなに大きくなる、そうだよ、かけらなさんも今日だって、あ、あとで新曲見てください嬉しい、やった、
そう、なんか今日は楽曲ビューティフルを披露した後に12期生のね、クイズみたいなのねしていただいたんですけど、帽子もね、もうほんと見つけたすぐ、昨日毛玉ありがとうございました、たくさんしていただいたんですけどちょっとなんかね、めちゃめちゃあのマリンさんでいっぱいになっちゃったでも結構いっぱいアンケートに答えて、その一部が使われてる感じなんですけど、そのそう選ばれたやつ、そしたらマリンさんだらけで、ココハもびっくりしたからね、逆にね、逆にココハもびっくりしてるからこんなマリンさんだらけになるんだと思って、あ、C18、 うわ惜しい、 C だけに惜しい。そうなんですよ、でもまさかね、あのちょっとねハグしに来ていただけると思ってなかったので、ちょっと嬉しかったですねあ、そういえばなんかキョマリンさんがもう会った瞬間にお誕生日おめでとうって言ってくれて、めちゃめちゃ嬉しかった。そう、当分会ってなかったんですよ、前回の S 公演から会ってなくて、お会いしてなくて、でなんか自分も誕生日ってことはまあ結構忘れてたんですけど、今日初めてマリンさんに会った時にお誕生日おめでとうって言ってくださって、そうずっと言いたかったんだけど連絡先も持ってないから言えなくてって言ってくださって、もういやいやいや、もうなんならもう1年遅れでも言ってくださるの嬉しいですよと思いながら、お母ちゃん楽しいなって、おレナのところには行くけどもそうなんですよ、あ、プレゼント渡せました、ハグシに向かってきてる瞬間のココハちゃんの心境が知りたい、心境ちょっと覚えてないな いやなんかね、あの研究生は研究生から交換してくださいって言えないんですよね、自分生誕もまだの優しいですよね、背が高いですか、そうなんです、背が高いです、結婚してお二人です、ここはマリンさんの生誕祭出演したいです、ありがとうございます、交換してないよ今日もありがとうございました、本当にありがとうございます、本当にありがとうございましたお母ちゃんも嬉しかったの、あ、よかった、言った、一緒に喜んでくれて、あ、ココハの名前にしてくれてる、謎ルールあるよ、そう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 、あるよ、オタクじゃないよえ、今日さ、今日なんかめっちゃマリンさんと握手しちゃったなんかその生配信が終わった後にお写真を撮っていただいてちょっと話してたんですけど、その時もなんかその別れ際が分かんなくて謎にめちゃめちゃ握手してしまったこの2日間めちゃめちゃね、めちゃめちゃ思い出ですねダンス頑張れー、ハートもしてた、そうだからもうちょっとアンケートはねマリンさんだらけになっちゃったんですけどそれでもなんか引かずに引かずにさ、そうなんかありがとうって言ってくれて、写真撮ってくださいって言いに行った時にいつも話しかけてくれてありがとうって言ってくださって、ね、なんて優しいんだと思いました、こんなにたくさん名前を出しちゃって申し訳ないとも思ってたんですけど、なんて優しいんだって、昨日だよね、昨日寝てるかなって思ってた、請求請求やばい、東海お話ししたいですね、教えね、得ここ
おかちゃん見つけやすいですか？あのビューティフルさ、あの定点はないからさ、ちょっとまあなんかあの隙間から見つけてみてください。明日 STA の福田かりさんとお話しするんですか？次の服、めっちゃお願いしてください。ここ服フェスめっちゃ出たくて。そう、服フェス、あの AKB の研究生さんも出てたじゃないですか。1個前の時かな。だからわあ、ここはも研究生だから出たいなって思ってたので、ぜひぜひお願いしてください。福ちゃんさんお願いします。福ちゃんさんお願いします。 SK の研究生を服フェスにお願いします。16日の一部買ってみたから、わっ嬉しい、待ってます。やった今日ね、来てくれてありがとうございます。やっぱ来てくれるって思ってました。名刺渡し会どんなのか気になるーちゃんですか？渡し会は一人、あれ何秒なのかな、一応測ってましたよね。何秒なんだろう、7秒ぐらいなのかな、わかんないけど、ちょっと全然わかんないんですけど、その3人とかと先輩とこう私会でお話しした後に、名刺は本当にもう奥の子がです、ありがとうございますって、柿本れんなです、ありがとうございますぐらい、本当に名刺は本当にそのぐらいなんですけどって感じです。お母ちゃんのおかげでお酒が、あー嬉しいね、クエス出たいです。3月2日行きます。お待ってます、ずっと見てます。わやった、気づいたらココアとカキ急いで、あそれはよかった。あそんなになかった、あ5秒ぐらい、このあマジやば、もう知ってる体で。一人3秒から5秒ぐらい、なるほどね、ちょうどおやすみフィーちゃん、おやすみフィーちゃんは言えるかも。にのね、確かにね、そうそう、例によって今日はなんか構造が違いました。名刺、え、分かんない、何もあったのかな、自分で準備してないので分かんないんですけど、何もやったのかな。名刺1枚は、あ、そうなんですか、お、誰だろうね、結構話せましたね、待ち時間も運が良くて。知ってるからいいんだけど、よかったね、名刺、うん、なるほど、よ、嬉しい、名刺、じゃあ代わりによろしくお願いしますとお伝えください。そう、なんかココアの連は曲がってたんですよ。でもなんか曲がってるから、この結構つまずきそうになってた方が多くて心配だった。おやすみしびちゃん、あ、了解ですね。そうそう、さやちゃん一人だった。でもココアもね、一人なんですよ、次かな。お花と一緒の時もあるんですけど、次一人なんですよ、ココア。そうなんですよ。まあなんかね、先輩たちがここにいたら私たちここにいるみたいな、こういう感じだった。え、そう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 、みゆちゃんはね、結構ガチの野球好きなんですよ。なんだっけ、ベイスターズ、ちょっと合ってるか分かんないからちょっとあれなんですけど、結構ね本当に野球好きで、結構見に行ったりしていますね、みゆちゃん。お、来週のララポート行きます、待ってます。名刺交換、いや、いなかった、さすがに。あ、3月3日が1人なんだ、3日1人らしいです。私、みんな来てね、楽しの上にね、本当にね。で、え、ですよね、やっぱね、え、待って、なんか手に名前書いてた人違うか。そう、めっちゃね、その L 字のね、この角のとこでね、ちょ、転びそうになってる方が何名かいました。ドラゴンズだった、やばいやばい、ドラゴンズだって、みゆちゃんが好きなのドラゴンズだって。私たち11人なんです。実は12期だけど11人なんです。さやちゃん、え、今日さ、さやちゃんにさ、めっちゃ久しぶりに会えてさ、で結構話せてさ、嬉しかった。
さやちゃんめっちゃ面白くて、そうで、その最後のさ8時開始の仲間だったからずっと一緒にいたんだけど楽しかったです。久々にさ、なんかさやちゃんとゆっくり話した、楽しかった。ドラゴンズでした。あ、そうか、3日ってつながるんだ。5月、遠い遠いよ。あ、15分経過しちゃった。名刺コンブシのすごすご、研究生についての今日も来てくれてありがとうございました。そう、解剖の子だよ、結婚して青くなりです。いやいや、さやちゃんのねセンスが良すぎた、マジで。あの一瞬でさ、そのピンチをチャンスに変えるっていう言葉が一番似合う俳句を言ってた。間違えたん？ああ、そう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 、今日しか勝った。いやいや、ラップもね、そうそう、ラップやってたから、ココハも今日は対抗してみたけど、ココハはちょっと2連続その韻を踏むのが2単語ぐらいしか続かなくて、ちょっとねまだまだかなわないですね、さやちゃんには。そう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 、まやさんにさ、あの、そうそう、俳句で返してて、俳句で対抗しててめちゃめちゃ面白いやんと思った。いや、ココハはね、さつきちゃんも面白かったね。小籠包って言おうとしてた、無人島に持っていくなら小しかもさ、答えは弾みたいな、こちらですとかじゃなくて弾小めっちゃおもろかった。あ、3月3日、本当、待ってます、頑張ります。はい、配給めちゃめちゃ見てますよ。映画をね見に行きたいなと思ってるんですけど、ちょっと本当に2月中は行けないので、長く上映してくれることを願って3月に行けたらいいなって思ってます。小籠包マジで面白かった。家着いたら、あ、最高だった、嬉しい、ありがとうございます。ビューティフルは本当に歌詞がいいので、あ、配給5月まであるの、よかった。じゃあちょっと行けるときに行こうかな。今日はありがとう。わ、嬉しい、こちらこそありがとうございます。はい、え、イズリンさん好きなんでしょ。そう、それをこの間ショールームで聞いてさ、え、さやちゃんも好きなの？待って、ココハが一番面白かったのユアニャンだ。なんかユアニャンやばくない？明日結婚式しますみたいな、そのワードセンス何って感じ。今日名刺を私の前に、え、ココハもなんか漫画は読めないんですよ。アニメ大好きなんですけど漫画は読めなくて、そうだから、その結構アニメは見てるんですけど、そう、入場特典が5段、あ、入場特典とかあるんだ。抱き合ってたって書き方やめて、なんかコンプラ違反だから。12期天才、ココハちゃんも天才になりたいな。え、ユアニャン本当に面白かった、お疲れ、ありがとうございます。なんかさ、ただ喜ぶだけじゃなくてさ、明日結婚式しますみたいな、ギャルすぎん、本当に。え、何このギャルと思った。いやー、明日結婚式しますみたいな、ノリがギャルすぎた、ノリ軽みたいな感じでしたね。ビューティフルもあの何回も聞いて、あの歌詞を解読歌詞を文字起こしとかしてみてください。いや、本当にマリンさんが優しくて幸せでした。本当にね、ビューティフル好きな曲すぎた。そう、歌詞がね本当に素晴らしいので、ぜひぜひ
ユーネの第一印象はギャルかと思ってた。え、じゃあ大正解。いやー、ユーネはほんと天才。ユーネはさ、ほんともう顔が好きだから、しょっちゅう言ってる、会うたびに顔かわいいねって。個性が強いよね。そうなんです。グーグー、ありがとうございます。マリンさんと撮った写真はまた送りますね。また送りたいと思います。最高に嬉しい写真を送りたいと思いますので、楽しみに待っててください。出れてるかもしれません。ちょっと今日は、確かに佐藤果歩さんと、話せたのかな、わかんない。明日からね、会えないのピエン、ほんと2日連続会えたの幸せだった。でもちょっとそろそろ終わりたい。でも短くてほんとすいません。でもちょっと今日はもうそろそろ終わりたいと思います。来てくださった方ありがとうございました。来れなかった方もあのビューティフルぜひ見ていただけたらなと思います。おやすみ。今日も配信、こちらこそ火曜日からの時間はね、多分変わらないと思います。少しね、優しい。お、手紙嬉しい。配信どうもありがとう。こちらこそ、おやすみ。ふぴーちゃん、みんなおやすみ。ありがとうございました。バイバーイ。ビューティル見てください。おつー、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。